千葉田です。今から産休パパ政策提言を行います。提言1、学生時代に育休フェーズなどで育休について学ぶ機会を設ける必要があります。なぜならば大学生に対するアンケートでは 50% の学生しか正しく育休を理解していなかったからです。学生に対して育休という制度を知っているかという質問に対してはいと答えた方は 94.8% とほとんどの方が知っているということが分かりました。育休は原則として子どもが何歳になるまで取得可能かと尋ねたところ、1歳になるまでと答えた方は半数でしたが、間違っている方も多くいました。育児休業給付金の月給 67% を受け取れる期間は約半年で、答えられた方は 47.2% でした。これは育休促進クイズを行っている写真です。提言2、養親学級親なる講座などで出産前からの親になるための講座等で親になる自覚を育てる必要があります。なぜならば妻と夫では親になっていくスピードにズレがあり、夫が乗り遅れることが多く、2人の関係が悪化し産後クライシスになり、子育てがワンオペになりやすいから予防が必要です。出産後、夫に対してイライラする頻度に変化があったと答えた方は 73% でした。これは愛情量の変化のグラフです。結婚直後から夫は高いママに対して、母親は生後6ヶ月の一番大変な時期に向けて夫に対する愛情量が下がっていっています。このズレが産後クライシスになっていくと思われます。これは柴田先生が生まれる前からの親になるための講座を行っている写真です。提言3、若い人は育休の意義、親になる準備、教育などを学ぶ機会が少ないです。育休クイズ親なる講座などで職場の研修などの機会を利用して、育休親になる準備教育を職場に届ける必要があります。なぜならば若い夫婦やこれから結婚する青年には親になるイメージ、育休の意義などを学ぶ機会が少ないからです。こちらから届ける必要があります。この広告は今回産休パパ普及促進事業で行った講演会のチラシです。それは同時に親になるの著者加納さやかさんをお招きして、10月は一般市民向け、11月はヤマハの関連工場に出かけていき、講演会と育休クイズを行いました。これは加納さやかさんが講演を行っている写真です。提言4、育休クイズを県民代理など講師に載せる必要があります。なぜならば育休の取得方法、制度などについてまだ十分に市民に知られていないからです。子育て世代以外にも知ってもらう必要があります。父親になぜ育休を取得しなかったのかと尋ねたところ、職場の賛同を得られなかった、取得することができない職業、職場が取得できる雰囲気ではなかったと答えました。また母親のアンケートの中では、必ずしも父親に育休を取ってもらいたいと思ってはいなく、時短でも良いと答えた人が多かったことが私たちが驚いたことの一つです。子供を産む夫婦だけではなく、周りの人に育休について理解してもらう必要があると思います。なので県民代理に育休クイズを載せて、もっと啓発活動を行っていく必要があると思います。以上で徳波大学柴田ゼミの発表を終わります。ありがとうございました。はい、提言いただきましてどうもありがとうございました。はい、今回育休クイズというキーワードがいくつか出てきたと思うんですけれども、大切な情報をですね、いかにして届けるか、どうやって興味を持っていただけるかというところをよく考えて、作られた非常に良い提案だというふうに思います。
で、ちょっと個別に細かいところを見ていきますと、まず提言1ですね、学生時代に育休について学ぶ機会を設けるというところなんですが、これ、今回の産休パパというところの、テーマに沿って、育休に絞っていただいたと思うんですが、もっと広い意味で言いますと、ライフプランですよね。こういったところを、学生時代に学ぶということは非常に大切なことだというふうに私も考えています。どうしてもですね、まず大学生というと、当然勉強っていうのもあるんですけれども、次に見据えるのは就職というところだと思うんですが、実は就職選びというのもですね、非常にこうライフプランが関係するところだと思ってます。自分のライフプランを実現できる職場であるのかどうか、それを実現できる制度があるのか、そういった風土があるのかというところは、やっぱりキャリアプランだけではなくてライフプランを学生のうちにしっかり考えて、でそれをやっぱり就職先を選定する一つの条件にするということは非常に大切なことだと思います。でそういった目線をですね、学生の皆さんが持つことによって、企業も人手確保の問題からですね、やっぱり対応せざるを得なくなってくるといういい循環ができるというふうに考えています。でそれに加えてですね、やっぱり学生のうちにこういったことを学ぶというのは、今ご存知だと思いますけど、晩婚晩産化というところが進んでいまして、高齢出産の方も増えてきています。でその横でですね、一方ではやっぱり不妊で悩む方っていうのも非常に多くいらっしゃいますので、こういったライフプランをしっかり立てて、知識を正しい知識を持って立てることによって、そういった将来、不妊で悩むことを後悔する人がいないように、一人でも少なくなるようなことにもつながっていくんじゃないかというふうに感じました。はい、であと提言2のところですね、出産前から親になるための講座、親で親になる資格を育てる必要があるということで、養子学級というところをご提案いただいてます。でこれもですね、いろんな自治体さんですとか NPO も主催されてまして、非常にいい具体的にいい提案だと思います。で一方ですね、ちょっと先ほど別の大学さんにも言ったんですが、一番難しいのは集客なんですね。はい、いかにして多くのご夫婦、家族、もっと言えばですね、すべてのご夫婦に参加いただけるかというところが一番のポイントになっていきます。なので、ここを解決する必要があるんですが、ただその一つのヒントとしてですね、実は提言これ3につながってくるのかなというふうに思ってまして、職場でそういったことをやったらいいんじゃないかということ、これ本当に非常にいい提案だと思います。今企業の中にはですね、自分のところの社員だけではなくて、その配偶者も参加いただいての、パパママ学級というのをですね、企業が主導して取り組み始めているところ非常に多くあります。でこれがですね、やっぱり NPO ですとか自治体さんが主催した場合には、呼び込めない人たちを職場が主催することによって呼び込むことができます。なのでそういった面で言いますと、提言2と3というのは非常にいい補完関係にあるというふうに思います。はい、でそうですね、こういったライフプランに関する、例えば男性育休もそうなんですけれども、企業さんによっては新入社員研修で取り入れているような企業さんも出てきましてですね、やっぱり、企業として、キャリアプランだけではなくてライフプランも応援しているんですよっていうような意思表示にもなります。で、将来の男性育休の取得促進にもつながります。そしてもう一つはですね、やっぱり、そこが取得したアンケートを見ますと、やっぱりそれを受けた新入社員の方々が会社に対する帰属意識、これが飛躍的に高まったというような結果も出てますので、職場で実施することによって、このセミナーですとか講演というものの多くの課題が解決するんじゃないかというふうに感じました。はい、であと、提言クイズを県民頼りに載せるというところですね。これもですね、非常に視点としては非常にいい視点をお持ちだなというふうに思ってまして、やっぱり子育て世代の意識がいかに変わったとしても、やっぱりそれを支える周りの人たちの意識を変えていかなければならない。それを県民頼りを通じて、育休クイズという形で啓発するというのは、一つ有効な手段であるのかなというふうに感じています。ただ今県民頼りというのは、いろんな情報発信に使われてはいるんですけれども、ご存知の通りまだまだ浸透していないところがあるので、これに加えてですね、別の情報発信啓発方法というのもさらに上乗せして、ご提案いただけるとなおよかったかなというふうに感じています。
で、全体的に申し上げるとですね、すべての提言について非常に現実的 で、あと、比較的、初期投資というかですね、コストもあまりかからず実現できるものが非常に、多く含まれておりますので、そういった点でいうとですね、非常に現実的で良い提案だったというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、提言ありがとうございました。一言で言うと、なる前でのなる前視点ですね、で、先回りをしてライフプランをイメージしてというような提言だったと思います。学生のうちの育休の知識を得ると、鉄は熱いうちにといいますか、経済活動、会社の理屈だとかですね、社会の中での自分とか集団の中の価値観とか、そういったものに影響されちゃう前に、大学生って考えてみるとすごく、自由ですので、その時にしっかりと勉強しようということで、本当にこう有意義な取り組みだというふうに、提言だというふうに思いました。で、子育て中のですね、親、お父さん、お母さん、相互の心の問題にですね、本当に鋭く切り込んでいてですね、そこから結論が、親になるのにスピードに違いがある、これがどうもイライラを誘っていたりですね、頑張ろうっていう時に音の方がついていけないという乗り遅れって言い方だと思いますけども、でこれがまさに、2人は同時に親になるっていう言葉でですね、すっきりとこう、理想の姿が見えてきました。将来にわたって夫婦仲がいい、ずっと先まで行ったら、ひくはその幸せな老後になる、そこまで考えて、一番最初まで戻って、じゃあ、早いうちからそういう意識をつけましょう、深い一緒に子供を育てましょう、家事も分担していきましょうと、その全体の流れがすっきりと、納得できるような提案をいただきました。で、今後、皆さん自身ですね、先ほど職業選びがありましたけど、会社で配偶者選びですね、でそこを、持てる人は、ちゃんと理解している人というふうになればいいし、選んだ後からもですね、教育っていうのも、こういうことが生かされるのかなというふうに思いました。なる前視点で、効率的にスイッチをグッと押すというところが本当に分かりやすかったと思います。東海大学子ども健康学科柴田ゼミの皆さん、それからご指摘いただいた先生ですね、去年の夏、9月ぐらいから、準備をして、実際に調べて、で、年を明けてから、提案をまとめてということで、本当に長い期間、何人もの方にですね、産休パパの給与のために、活動していただきまして、本当にありがとうございます。